今回はアイテムを他のアイテムの動きに追従させる方法というのを解説します。このサンプルとなるシーンでは赤いボールがアニメーションしています。この動きに対してシーン内にある他のアイテム、例えば青い円柱であったり緑の立方体、または黄色いトーロイド、 こういったアイテムを追従させます。まずは、この青い円柱のアイテムを追従させてみましょう。他のアイテムの動きに追従させるには、モードの場合、タイムオフセットというモディファイヤーを使用します。スケマティックビューの追加。チャンネルモディファイヤーの時間のカテゴリー。 この中を見てみると、様々な時間に関するモディファイヤーがありますが、今回はこのタイムオフセットマトリックス、こちらを使用します。追加されたこのノードというのを見てみると、入力と出力のタイプ、これが9つの点で表されており、これはタイプが行列であるということを表しています。 つまり、位置や回転といったトランスフォームなどの情報を丸ごと行列として入力して、時間をずらす処理を行って出力するということです。今回の場合、赤いボールの位置の情報を入力して、時間をずらして出力された情報というのをこちらの青い円柱に流し込むことになります。ですので、まず、この赤いボール、 こちらを選択して、チャンネルタブへと移り、赤いボールの位置情報、位置のところにあるトランスフォーム、こちらですね。これをスケマティックへと追加し、この位置のトランスフォームのマトリックス、これをタイムオフセットのノードの入力へと接続します。さらに、この青い円柱の方、この円柱のトランスフォーム、 1位置のトランスフォームのマトリックス。これを使うんですが、まだ全くキーフレームもないようなアニメーションのチャンネルが設定されていない状態ですので、こういった時には1の追加。これで1のチャンネルを追加します。そうすると1のトランスフォーム。これも出てきますので、このトランスフォームをスケマティックビューへとドラッグドロップして追加します。追加したらこのタイムオフセットの出力。これを 青い円柱のトランスフォームへと接続します。この状態で再生してみると、タイムオフセットでずらす時間の指定というのを今全く行っていませんので、赤いボールと青い円柱というのは全く同じ位置でアニメーションすることになります。 ここでこのタイムオフセット、このプロパティからオフセット値というのを指定しますが、このプロパティで指定する単位というのはフレーム単位となります。このシーンというのは設定を見てみるとフレームレートが24になっていますので、1秒間に24フレームということになります。 ですので、仮に0.5秒ずらしたいとすると、このタイムというところに12フレームずらすということですので、マイナス12と入力します。これで再生してみると、ちょうど0.5秒分、12フレームずれて、青いシリンダーが赤いボールの後を追って動くようになります。同様に、こちらの緑のボックス、 こちらについても設定してみましょう。先ほどと同様、チャンネルのタブへと移り、位置の追加で位置のトランスフォームのマトリックス、こちらを出したら、スケマティックビューへと出して、もう一個、タイムオフセット、このノードを追加し、赤いボールのトランスフォームを入力、出力を 緑のボックスのトランスフォームへと接続し、このタイムオフセット、今度は1秒ずらしたいので、マイナス24と入力します。そうすると、赤いボールの動きに対して、青い円柱と緑のボックスが12フレームずつ、0.5秒ずつずれて動くようになります。もう一つ、 この黄色いトーロイド。これに対しても同じように設定してみます。チャンネルタブで位置の追加。追加されたトランスフォームをスケマティックビューへと追加し、もう一つタイムオフセット。このノードを追加して、スフィアからトランスフォームを入力。出力をトーロイドのトランスフォームへと入力し、こちらのノードのタイム。 これを今度は1.5秒、マイナス36フレームとして入力します。これでちょうど0.5秒ずつずれてアニメーションが行われるようになります。これまでタイムオフセットノードに直接ずらす時間というのをそれぞれ指定してきました。ですが、この遅延の間隔をトライアンドエラーしたいとき、 という場合には、それぞれのノードにいちいち値を設定していくというのは非常に非効率です。こういった場合には、この遅延時間もノードでコントロールする方が後々楽になります。では、まずは遅延の大きさをコントロールするためのユーザーチャンネルを作成しましょう。シーンに対してユーザーチャンネルのタブからユーザーチャンネル追加。 これでユーザーチャンネルを作成します。名称はオフセットバリューなどにしておきましょう。ここでタイプ、これを時間に設定しておきます。追加したユーザーチャンネル、これもスケマティックビューへと追加します。さらに、追加。今度は演算のカテゴリーにある 乗算ノード、こちらを追加します。このオフセット値、これを乗算ノードの値 A へと接続し、値 B には1え、つまりオフセットの値で指定したフレーム数を1倍した値、これをタイムオフセットのノードのタイムへと接続します。 このユーザーチャンネルのオフセットバリュー、ここには、マイナス12、0.5秒のずれというのを指定しておきます。そうすると、マイナス12という数値を直接設定したときと同じような動きになるのがわかります。同様に、乗算濃度をもう一つ追加し、 オフセットバリューを接続。今度は値 B。ここに2倍遅延させるという意味で2と入力し、出力値をタイムへと接続します。もう一つ、同じように、乗算ノードを追加。今度は、この値 B を3。3倍遅らせると設定して、タイムへと接続します。そうすると、 先ほどと同じような遅延の状態というのを作り出すことができます。先ほどと全く同じような動きに見えますが、今回は遅延のフレーム数というのをこのオフセットバリュー、これがコントロールしています。ですので、このオフセットバリュー、これダブルクリックして、今度は、例えばマイナス6と設定すると、 この濃度の値を一つずつ設定するのではなく、等間隔に遅延の状態というのを試すことができます。マイナス3と入力すると、3フレームずつ遅延した状態で追従していきます。 もちろん、このアニメーション自体をコントロールしているのは、この元の赤いボールのアニメーションですので、このアニメーション、これを途中で修正を加えても、他の3つのメッシュというのも、即座にそのアニメーションの調整というのが反映されるようになります。